ちょっと待って。960万。ちょっと待って。落ち着こう一回。死んじゃう井戸さん。血圧上がって。ちょっと待って、冷静に待とう。ちょっと待って。いや、ちょっと俺の血圧上がってきた。やばい、もう時間ない、もう時間ないよ。時間ないよ。時間ないよ。行かないと。行かないと。ゆかりに頼む。ゆかりに当ててくれ。勝利の女神。まだ16%ね。いやでも50万いくよ。これは。いや行くしかないでしょ。な。死んじゃダメだって言うから。待って怖い。撮影ちょっとスキルが違うでしょ。死ぬわけじゃねえもんな。いやいやいや。みんなこれ見てろよ。これでセットして、いやいやいや、ちょっと個人情報出てる。出てない。パスワードさえ見られないですよ。いやー。それキャプテンか。エビスピキだわ。あかん。あかん俺。始まるぞ。いやー。俺もやるか。ゴルシー。いやー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 まだ13%あるんだ。明日の16時から来ました。故障でしょ。頭が変なんて。F1036。電気屋のタブレット全部今
配信に滑ったから大丈夫だ。レス前37の絆を信じよう、今ならまだ間に合う。レス前38、500円で。よし、行くか。50万いきます。盛り上がっていくか。しゃさすがに気違いだわ、わらわら。負けてもいいや、行くぞ。いや、ちょっと待って。いや、勝ち組になったな。行くぞ、行くぞ、お前ら。いやいやいや。よし、行った。俺は信じる。いや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 。来いよ。ダメだって。いやもう決まったからな。レス1068、50いったか。じゃあ レス1069、買ったどうかよ。レス1070、本当に50万かけたのかよ。レス1071、4万いきました。 URL 省略。来い、絶対来るから。レス1073、買ったって見てなかったのかよ。頼む。レス1074、まだ行ってないんかよ。ゴールしたのね。レス1075、イノコ君は俺とおるに勇気をくれた。レス1076、副賞でゴールドシップって例えたら超優秀な F1 ドライバーに超高級車に乗ってスーパーに買い物行くくらいにノーリスク。レス1077、行くぞー。いや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 。あれ、騙せてるつもり。レス1079、はよ買えや。レス1080、50万オプです。レス1081、石井ちゃん黙ったぞ。レス1082、かっけー。レス1083、まだだったのかよ、わら。レス1084、じゃあこれは見てみろ。レス1084、I love rabbit。 レス1086、はよしろよ。レス1084、石井ちゃんも行こうぜ。男なら。そうかよ、ちょっと待って、1.4 万円も。勝つぞ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 。かっけー、わらわら勝負する男の顔になってる。レス1182、神様、仏様。レス1183、キノコは勝つ。レス1184、親が悲しんでるぞ。レス1185、ゴールドシップ頼んだぞ。レス1186、行け。レス1187、おっしゃ、絆行こう。ふざけんなよ、ちょっと。レス1188、おう、振り受けたた。レス1189、ゴルシやばい。レス1190、イノコは負けない。うま。いや、もう石井ちゃん、締め切りだぞ。マジか、ちょっと待って。わらわら。レス1192、親が悲しんでるぞ。レス1193、いけー。レス1194、マン、これ違うやつでしょ、わら。レス1195、待て、落ち着け落ち着け落ち着け。レス1196、いけるって。レス1197、
じゃあ50万だぞ、50万。いやちょっと待って、じゃあちょっと俺のお金も合わせて。じゃあもう始まる、あと7分。ゴールシー盛り上がらー、俺も行かない、乗っかるぞ、乗っかろ、みんな乗っかろうぜ。8番8番盛り上がれ、頼む。イノさんと喜びを分かち合うために。伝説を作る時じゃないですか、イノさん。やったものはしょうがない。あとは祈るだけだよ、イノさん。乗ります、イノさん。ボルシー行こう。行くよ。ゴルシ頼む頼む、もうかけちまったんだ、もうかけちまったんだ。負けたらバイトする。負けたらバイト、そっちもいいよ。行くぞ、よっしゃ行くぞ、イノさん。よし俺も行くぞ。マジな、俺もだってイノさんに。やっぱ始まる、もう5あと5分。イノさんに比べたらクソミンチーが、俺のバイトを2日分。おい、うわー、もう負けたらもうしょうがない、うん、あ、なんか切れた。これまた切れた。いいとこで切れたな。ね。彼の戦法としては前を見ながら。行っちゃっていいですか？行こうぜ、もう俺50万かけたんだから。絆行くぞ。50万かけちゃったからな、俺。絆行くぞ。あんまりね、こう後ろから行き過ぎて。死んでらんないで。行こう、いやふざけ。冗談、もう冗談なしで。行きます。いやー、ああちょっと待って。行こうぜ。勝てるな。勝てるよ。いけ。行こう。もう行けるで。マジで？いくら行った？1万？これ以上はもうメリットない。いや5万行こうよ、そこは。5万行こう。5万でいくら？7万か。気づらい1万。はい、べ、始まるぞ。始まるぞ。行くぜ。もう俺これにかかってる。じいちゃん、1万なの結局。今いける？いや、違う。もう始まるって。いけない、待って。ちょっと待って。
もう負けたら。いけるって言うな。うるせえ親が悲しんでるの。これバックだ。あれすぎだろ。よしよし。始まるぞ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 。今何人見てる ?203人。ちょっと今203人も見てんだけど。怖っ。ゴルシュ来ていいのさん。え？もうゴルシュしかない。みんなもゴルシュしかないから来るよ。75万になる。70万か。70万になる。行くぜ。絶対勝つよ。絶対来る。始まる。もうテレビ見よう、みんな。絶対来るぜ、さ。俺の。しゃあ。ゴルシュ一着だよ。この一着以外ないで。ゴルシュ。ゴルシュ。三着以内貼ればいい。なんだよ、そうだよ。まあ見とけ。三着以内入っから絶対見とけ。大船に乗ったつもりで。絆干渉ね。ゴルシですよ。ファンファーレ来るぞ。ペッ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 。いや、先取るで、マジで。そこ見してもいいぞ。やべ、汗、湧き汗すごい。おい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 。70万くるな。頼む。70万ゲット。70万ゲットだ、イノさん。いけるって。ゴールデンウィークでゴールドシップでもボーナスきた。いくぜ。ゴルシ 8だよな。8。ゴールシーゴールシーゴールシー始まった。おい、ちょっと待って。ちょっと待って。スタート。おい、終わったかこれ。負けたか。おいおいおい、マジかよ。終わったじゃんこれ。まだ分からんて。大丈夫。終わった。よっしゃ、こっから来るって。いや、おい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 、もう終わったか。ゴルシの力知らないし、なさやばい。いや、いけるいけるって。終わったか。いける。いや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 、まだまだまだし、ちょっとなんかやる気ないくらいか。ゴルシもうダメか。もう50万なくなった。ちょっともっと詰めろよ。まだ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 。もうちょい前でしょ。いやー、早く。ゴルシーゴルシーウィリアム。おい、ゴルシー、もうしんがりってどういうこと。最高尾だな。いや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 、もう広がりすぎ。やばい。レス1594。
わらわら、レス1598、まだいける、まだいける、皆さん、まだいけるぞ。レス1599、まだ足を見せて、足見せてくれ。皆さん、これ来る、来るよ。レス1601、わらわら、レス1601、いや、ある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 。ここから抜けるわけねえ。ほら、上がってくるよ。これある、皆さん、あるあるある。これあるぞ、皆さん。レス1604。伸びてきてる。早く上がってこい、上がってこい。邪魔だよ。早く早く早く回ってこい回ってこい。レス1600来た！来た！わらわら、レス1613、もっと実践して、わらわら、レス1614、伸びろ！ビリです。レス1615、わらわら、レス1616、そろそろ前行け、間に合わない。レス1617、わらわら、レス1618、わら、レス1619、やばい、わらわら、レス1620、50万消えた、わらわら、レス1621、ゴルシオッセイ、レス1622、わらわら、レス1623、伸びたー、レス1624、なんか楽しい、わらわら、レス1625、わらわら、働く、レス1626、万、これきついわ、わらわら、レス1627、わらわら、レス1628、リモコ持ってるな、レス1629、虫の息、わら、レス1630、車にはとも、レス1631、安定の再開、レス1632、もうしょうがない、もういいや、わらわら、レス1634、あー、50万レス1630、アホだな、俺な。再開、わらわら、レス1636。何、銀張りやしょ。レス1637、あ、これは、冊子、レス1638、わらわら、レス1639、スローならまだある、レス1640、7番、7番、12番。1641、やめてー、レス1642、わらわら、レス1643、もう諦めてる。こいつら来ねえじゃないんだよ、ダマ。レス1644、待って待って待って、お前を突っ込んだな。フェノメってねえじゃん。フェノーメのかよ、去年と一緒じゃん。これじゃほらな、こいつら来ないだろ。レス1647、わらわら、レス1648、あー、出遅れだろ。なっ、レス最低だろ。レス1650、あるわけねえだろ、わら、レス1651、お前配信の才能天才的だな。レス1652、どうしようかな、明日からな。よくねえか、どうしようかな。勘弁してよ。わらわら、レス1655、エドメの俺も待ってくれ。レス1656、いや、ヒロさんの配信ならいけると思ったんだよ。いや、絶対食ったと思うじゃん。5000円かな、これは。わらわら、レス1659、上がってきたぞ。レス1651、まだ結果出ねえのか。わらわら、レス1661、わらわら、レス1662、あー、これは。わらわら、レス1663、たったった、わら、レス1664、競馬初心者を振り、最初は絆もゴルシの後ろだから、レス1665、挟まれてる、わらわら、レス1665、最後の足見せなかったね、できなかったね。レス1667、あるぞ、レス1668、だ、レス1669、俺しも絆も全然ダメだったね。レス1670、絆もダメじゃねえかって。ほらな、届かないだろ。いや、これ、やっぱ俺最初出遅れてなければ。
我々、S1674、S1674番6番。笑ってねえよ、泣いてたんだよ。12番。ウィンバリア仕様にかけた場合は分かったのか、やっぱり。決まりだったの、やっぱ。フェノメン鳴ってないよ。予想見たでしょ、さっき。やぶくじゃねえよ。上がってきた。S1689。我々もう50万なくなった。本気で止めればいや、まさかさ。いや、ねえよ。ちょっと読み子消そうか。しょうがねえな。まあ。ああもう。ユーラシックと同じパターンだ。嘘やろ、嘘やろ。まあなんとか正面来た時に少し息入ってくれたんでね。まあこれならと思ってましたけど。はい。絆ゴールドシップはですね、もう後ろからの経過になりました。てか出遅れすぎ、マジで。ゴルシュ。クソじゃねえか。クソだろ。最低だろあれ。一番やっちゃダメなやつでしょ。うん。いや来てたけどな最後。遅いし勝ち仕掛けるのも。やっぱウィリアムズダメだね。出走できなかったんでね。まあ牧場の方々もね、厩舎関係者も。しょうがねえな。失敗感な。やっぱ悔しい思いしてたんでね。なんとか。ウィーバリーやっぱ来たの？ああ、やっぱ馬がいいな。ジンバリがよ、いやまあ終わったか。もう何言ってもしょうがないから、しょうがない。うん。先々週の皐月賞に続いての G1。いや、本当に恵まれてますね。はい。しょうがないよ、俺は。はい、ありがとうございました。エビナジョッキーです。ああ。いやー、ということで。もう50万負けた。溶けたな、一瞬で溶けました。はい、嫌な予感はしたけど。それではレース、振り返っていきましょう。スタートですよね。なんだこれ、ふざけんなよ。いやーでもさ、俺まだもっとさ上につけられないのこれ。え、もう、ね、スタートありえなかったな。面白すぎねえか最初から。てかもうスタートひどすぎ。そう、うん、いや俺もっとさペースおかしくないか。なあ、ちょっと遅いんじゃないか。しょうがないっすよ、ギャンブルってこんなもんだよ。うん、
味もあるんだけど、何が敬語のことだよ。50万ですよ。ナボナさん負けました。50万消えました。いやでも最後さ、来るかもしんないかなとちょっと期待したけどね。いや期待したんだけどな。いやこれ来てるよ。もうちょっとやっぱ押す。位置がいかんと思うのよ俺。それからウィンバリアショーもね、直前の乗り換えだったんですが、白鵬師匠も渾身の追い方で2000万とかしてる。俺はもうそうだな、もうバイト連絡しないと。うん、ちょっとウィンバリアションはそうなんだ、出遅れなければね。出遅れなければ北高レーフェノーメノだったな。7番12番まあ硬いんだけどな。6番、絆4着三崎さん、チャンスをください。ポステキシエより距離適正の方が勝ったってことでね。フェノーメノ強かったな。てか強かったっていうか、なんかやっぱ荒れたねこのレースは。まあこう考え方を変えれば、まあ自然にとってその傷がそれこそダメージとしてはということで、まあ改めてね、今年の秋はどうなるのかということになります。はい、それではフェノーメノって言ってる人いなかったでしょ。フェノーメノって言ってないでしょ。だよ、フェノーメノです。フェノーメノ、いやまあだってでも勝ってたもんな、これ去年だっけ。勝てたよな。単勝7番1150円、生まれ7番12番、来てもおかしい。こうしろやったじゃん、クソ金ボタだよマジで。マジだな。絆さんも残念だね。インバリアション買っとけよかったんや。いやーまさかさ負けるとは思わない。誰かお願いします。プレステ落ちてください。3連単32万8280円となっています。なんかお願いします。恵んでください。なんかプレステで。よし、ちょっともう負けた。まあ、逆に気分よ、なんか気分よかった。もうしょうがない。それから先週のこの決戦中に始めました落馬のシーン、後藤弘樹騎手だったんですが、頸椎の骨折をして、後ろだけど馬は強い、秋の復帰を目指すということになりました。ちょっとうるせえな、このゴールデンウィークのやつでしょ。うん、心配されましたけどね。まあわかるけどね、みんな飯週間でしょな。配信としては面白かったでしょ。精神的にもたくさんやはり厳しいことにはなるかもしれませんけどね。みんなでも俺もう働くしかないな。いや、しょうがない。はい、ということで今日はね、天童入りのお二人をお迎えしましたが、どうもありがとうございました。それではまた来週。ひでえな、みんな。いや、でもこうなることは予想できて。いや、まあね。うん、しょうがねえ。まあ、勝ったら、勝ったら、まあ、いや、もう、なるって。いやもう終わっちまったし、いや。そうなんだよ。もう終わったから。まあ働くしかないな、こうなると。マジで。終わっちゃったね。いや、絆も残念でしたね。猪子さんがこれをきっかけに働くとは予想もしていませんでしたね。うん、いやもうこれで競馬は足を洗おうかな。な、いい機会になったよ。いや止めればよく、いやでも絶対言ってたよな、猪子さんは。いや言ってたよ、俺も行く気満々だったもん。うん、多分いくら言っても、いやだがやっぱり、いやでもな、やっぱいい方思っちゃうね。うん。
まあ親には言わないけど、これは絶対言えないね。てかぶん殴られるから。続きされるな。まあ働くっていう、頑張って。1回で50万とか生活費はまだ少しあるんだよ実際。あ、20万もあとあるからもう言っちゃうけど、うん、20万ぐらいあるからなんとか頑張け。頑張けんじゃないよ全然そんなに。うん、頑張れ。いやー残念ですね。あ、でもまあまあついたな、3連単だったら。いや、これ結構外してきていいと思うけどね。50万。いや、俺もかけてたんですけど、マジで。70って。最後の勝負とか絶対やめたほうがいい。こんな止めるわ、うん、これでね、勝つパターンはありえない。ああ、もう一問なしになる、一問なしになるからもうやめよう。マイルカップとかでもダメだよ、もうちょっとバイト探そう。うん、マジで働かれてやばい。